絶望的につまらないゲームの RTA。 始まるよ。このゲームはジャニーズ事務所のアイドル光源氏と共に進むアドベンチャーゲームです。スーパーアイドルと一緒に過ごせるというまさに夢のようなゲームとなっています。楽しみですね。本 RTA ではニューゲームを押したら計測開始、コンサート画面で計測終了としました。光源氏ダンスは見合ったと思うのでさっさと始めちゃいましょう。では別撮りのタイトルから切り替えて。はい、用意スタート。早速ロードが入りましたね。ディスクシステムだし。まあ多少はね。主人公はモロチンオスを選択。名前も他の奏者さんに習いホモにできてないやん。カーソルがずれて、本音、になっちゃいました。そしてパートナーは内海を選択。別に誰でもいいですがカーソルが初期位置にあったので彼にしました。なお、ロードの長さを実感していただくためここまで無編集でした。しかし本ゲームはロード時間がくっそ長いのでこれからは20倍速します。いいよね。今は OP を読み込んでいますが24秒もあります。どれほどすごい OP が待っているのか楽しみです。では、あらすじを読み上げましょう。その日、コンサートホールビッグボールは、異常な興奮に包まれていた。この街で初めて、光源氏のコンサートが行われるのだ。チケットを握りしめたファンは、朝早くからビッグボールへ押し寄せ、長い行列を作っていた。その熱気は、街全体を熱く覆っていた。しかし、予定の時間を過ぎてもビッグボールの扉は開かない。街くたびれ、そしてざわつくファンの前に現れた光源氏のメンバーは、驚くべき事実を告げた。僕たちのローラースケートが盗まれた。スケートを取り戻さない限り、この街で、コンサートを開くことはできない。誰か、僕たちのスケートを取り返してくれ。さあ大変。このままでは、コンサートは中止になってしまう。早く犯人を捕まえ、ローラースケートを取り戻さなければ、犯人は必ずこの街のどこかにいる。光源氏と協力して、街を歩き回り、ヒントを集め、一刻も早く犯人を捕まえよう。なんだこのストーリーは。たまげたな。スケートの予備はないんですか？ないなら買えばいいのではなぜファン頼みにするんですか？ツッコミどころしかないストーリーは置いといて、ゲームの説明をしますか。見てわかる通り、このゲームはコマンド選択型のアドベンチャーゲームです。なお、選択するコマンドは、に表示してあります。RTA したい方は参考にしてね。コマンドはまず光源氏の提案を選択して、その後に4つの選択肢の中から選ぶという感じです。フラグが立つと音が鳴るので、ひたすらそれを繰り返していく内容となっております。おや、海打ちのローラースケートを取り返したようです。わーい。勘のいい視聴者兄貴はお気づきかもしれませんが、これを7人分取り返していきます。7回も憧れのアイドルと一緒に探索できるとは、なんていいゲームなんだ。今回は事前にチャートを組んでいるのであっという間に1章が終わりましたが、ノーヒントでやるとかなり時間がかかります。以前生放送で初見プレイした際は、助言兄貴に助けていただきながらでも2時間かかりました。ざっと考えて2時間かける7人イコール14時間遊べるという、非常にボリューミーなゲームです。嬉しいなぁ。完全な総当たりゲームですので、積むこともありません。親切丁寧極まりないなこれ。さて、画面ではパートナーが大沢となっていますね。息子の DNA 鑑定の結果、不死確率 0% という結果が出たことでも話題になった方ですね。なお彼はパチスロの目押しがくっそうまいらしいです。そんな彼のローラースケートもゲッチュ、残るは5人です。というか、なんで7人分のスケートを盗んだ犯人が別人なんですかね。警備は一体何してるのか。俺がわからない。なお、この街には警察署もありますが、特に何もしてくれません。フラグを立てるために夜以外の使い道はないです。あ、そうそう、フラグを立てるためのヒントもないです。初見プレイなら完全に総当たりしかないってこった。でも、説明書に解くためのヒントが載っています。素敵な気遣いですね。説明書によると、光源氏がアドバイスをしてくれるので、光源氏感覚で質問してください、とのこと。光源氏感覚さえあれば、このゲームはクリアできるそうです。ハエースっぽいわかりやすい。何？光源氏感覚もわからないって？
そんなんじゃ甘いよ。出直してきて、どうぞ。さて、今度のパートナーはひろゆき兄貴です。2チャンネルの解説者じゃないよ。この顔のドット、妙に不気味ですね。なんかこう、死んだ魚の目をしています。ジャニーズ事務所公認のゲームですし、顔グラはもっと頑張ってほしいというのが本音ですね。特にこのシーンは配色のせいで白目やクマのある目にも見えてしまいます。というか主人公は男設定にしたのに女神みたいっていうのか。女性主人公の場合とセリフが同じですねこれは。ネクストパートナーイズ諸星。諸星じゃ、ないよ。彼は多くの場合センターポジションであり、光源氏メンバーの中でも大人気だったようです。ローラースケートを履いたままバク転とかもできるらしいですよ。すごいです。なお今年の8月12日に50歳のお誕生日を迎えるようです。12月にはファンクラブも25周年を迎えるとか。じゃけん、お祝いしましょうねー。ハッピーバースデー。あ、ちょうど本 RTA の折り返し地点に来ましたね。ここまで見れば、そろそろこのゲームが買いたくなってきたのではないでしょうか。そんな皆様のために、こんなコーナーをご用意しました。その名も、ローラーパニックを100倍楽しく遊ぶコツ。わーい、パチパチパチ。まず、このゲームを買うときに注意してほしいことがあります。それは、完品を買うということです。このゲームは普通のディスクシステムと違い、CD ジャケット風ケースに入っているのでじっくりと舐め回すように鑑賞しちゃいましょう。さらに、おまけで相性占いカードも入っています。これを使うことで、簡単に好きな人との相性が分かってしまうというスーパーアイテムです。大好きな彼との運勢を占ってみてはいかがでしょうか。星座さえ分かれば占えるという簡単なところさんも魅力的ですね。換品は1000円以下くらいが市場価格といった感じですね。学生のホモにも優しいお値段設定となっております。さて、お次はゲーム本編で楽しめる要素についてご紹介いたしましょう。本 RTA では飛ばしましたが、選んだメンバーにクリアした時好きな言葉を言ってもらう機能もあります。それを使えば光源氏からクソ遊びに誘ってもらうなんてシチュも可能。なお、説明書には、お祝いの言葉を入力したゲームを友達の誕生日に送ってあげよう、と書いてあります。光源氏好きなお友達だったら発狂して喜んじゃいそうです。皆さんもお友達にこのゲームをプレゼントしてはいかが、もし私が誕生日にもらったら、友達を殴り飛ばすくらい喜ぶと思います。うっふ。これにて楽しいコーナーはおしまい。パートナーが赤坂になっていますね。彼は2007年と2009年で2回覚醒剤所持で逮捕されています。赤坂イコール覚醒剤というイメージを持つ方も多いのでは、覚醒剤に手を出した理由は離婚の寂しさからだそうで。私たちも気をつけていきたいところさんです。なお現在は沖縄の宮古島に移住して、焼肉や、琥珀、を経営しているそうです。毎日17時から23時まで営業しています。Google の口コミ評価は 3.7 点だ。子供用プレートは無料、肉は1枚からでも頼めるそうです。また、厚切りマンゴータンが美味しいようですね。ちょっと気になるぞ。さて、ついに残るローラースケートは一つとなりました。感動のエンディングが近づいてきてワクワクしますね。そうそう、ここまで来て操作を急に受け付けなくなり、やむなくリセットしたということもありました。ただ、よく見たらコントローラの端子が抜けていました。皆さんも有線コントローラの扱いには気をつけましょう。最後のパートナーは、ヒロ兄貴です。最後くらい中身のないチャート解説でもしましょうか。ストアのおっさんに東大元暮らしと言われたのでホールヘゴー。オーナーにパンツを見せると犯人は時間を気にしていた、と教えてくれました。時計なんてどこにでもありそうですが、ここは駅へ行きましょう。さようだー。駅長に笑顔をあげたところ、実習、というワードが出ましたね。今度は交番へ行きませう。テク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 。今度は交番のおまわりさんにお辞儀をしたところ、噴水というワードが出ましたね。噴水は公園にしかないと思うので公園へ。よし。ついにすべてのローラースケートを取り返しました。おーい。いやー長く苦しい戦いでしたね。嬉しいな。
こんなに早くスケートが戻ってくるとは思わなかったよ。君ってすごいんだね。ありがとうだと。本当に感謝してるなら、しゃぶれよ。さて、この後のロードが終わりコンサートが始まったらタイマーストップです。オラドキドキすっぞ。ここでタイマーストップ。乾燥した感想ですが、くっそ頻繁に入るロードでディスクシステムくんが壊れないかが一番怖かったです。実際このタイムの半分くらいロードですし、そんなにロードするほどすごい内容じゃないだろ。そして、エンディングも安定のクオリティですね。タイトル画面とほぼ変わらないのでは。また、このゲームを解説するにあたって光源氏についていろいろ調べたのですが、なかなかいいものですね。個人的にはグラデュエーションという曲が大好きです。皆さんもこの機会に光源氏を聴いてみよう。ではこれにておしまいです。最後までご視聴いただきありがとう。東京ヤクルトスワローズ。